万事森古墳は山梨県甲府市湯村三丁目に所在する古墳。年代は六世紀中央に推定されており、形式は円墳。山梨県指定史跡に指定されている。甲府盆地の北縁に位置し、湯村山南の山裾に立地する。標高は300メートル付近。荒川東岸の甲府市湯村、仙塚、羽黒町、三宮町一帯は古くから、 千塚化、三宮古墳群と呼ばれる古墳群が濃密に分布する地域として知られる。まず千塚の榎の木大石が弥生時代から平安時代の集落遺跡として知られ、弥生時代の方形集鉱墓が検出されており、古墳後期に最盛期を迎える。万事森古墳の西北西に所在するか、ボーナツ化古墳は6世紀後半の築造で、 笛吹市三坂町井の上のバーツカ古墳に次ぐ山梨県下に第2位の規模の古墳であることで知られる。他、羽黒町の天狗山古墳は6世紀代に築造された関石塚の円墳で甲府盆地北園に分布する都来人母星である関石塚の生誕に位置づけられている。湯村三世六には太平古墳群が所在している。古代の律令成果では 駒群に含まれる。万寿森古墳は湯村山南独に分布する湯村山古墳群の一つで、万寿森古墳の他十数基の古墳が確認されているが、これらの古墳群は多くが開発により消失している。大正初期頃に撮影された万寿森古墳、南西側より、今日は宅地化が進み、このような角度からの撮影はできない。万寿森古墳の規模は、 東西31メートル、南北38メートル、高さ5メートル。主体部の保存状態は良好であるが、口述の通り、江戸時代から石室を利用された痕跡が見られる。主体部は南に開口する、両袖系の横穴式石室で、安山岩の自然石による、乱石積み。石室の部材は50センチから80センチの、比較的小型の石材が使われている点が指摘される。 石室の全長は14.2メートル、県室長7.9メートル、沿道長5.3メートル。主軸は南北。石室幅は、丘壁付近で2.244メートル、県室部の袖側で1.61メートル、沿道入り口で1.55メートル。高さは後日の通り床面が、広大に、 コンクリート舗装されているため正確には不明であるが、最大で3.3メートルを測っており、数十センチの幅が想定されている。副葬品や歯には、吹石、修行など、外部施設は知られておらず、正確な築造年代も不明。近在の甲府市千塚の家、ボーナ塚古墳や、笛吹市三坂町の和ー塚古墳では、大型石材が用いられているため、 万寿森古墳はこれに先行する築造であるとも考えられている。江戸後期の飼い史によれば、万寿森古墳は古くから存在を知られており、江戸時代には石室を炎症の保管庫として利用し、炎症像と称されていた。近代にもホテルの倉庫として利用されており、開口部には扉が取り付けられ、床面にはコンクリートが敷かれている。 山梨県の地名、P357。山梨県の地名、P357。山梨県候補、第2582号。山梨県の地名、P357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 。山梨県の地名、P355。山梨県の地名、P357。 p 四十七田ろ、萩原、p 四十八田ろ、萩原、p 四十八か、ボーナツか、p 二田し萩原、p 四十八山梨県の地名、p 三百五十七山梨県の地名、p 三百五十七山梨県の地名、p 三百五十七か、ボーナツか、p 二山梨県の地名、p 三百五十七山梨県の地名、 P357 たしろ、はぎわら、P48、山梨県の地名、p 五十七山梨県の地名、p 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 五十七山梨県の地名、P357、山梨県の地名、P357、ありがとうございます。